題名から言うとトランプゲームの源流の第2巻ということで、前巻は、トリックテイキングゲームの変遷な違うな発達、発達かなとかいう題で非常に面白かったんですね。で、まあこの巻も同じような手法でですねやってはいるんですけど、まあ結構トリックテイキングゲームも出てくるって書いてますけども、ギャンブルゲームが対象なんですね。で、このギャンブルゲームっていう対象がですね、非常にふわっとしてるんですね。捉えにくいと。で、なんせ最初に出てくるゲームはもや返しですから、なんとかな、トリック的ゲームは古いゲームでもやっぱり魅力があるんだけど、ギャンブルゲームの古いのって、まあ。まあまあ。まあ。ゲームをこの文脈で撮ってきたと一体何がこの人たちは面白くてやってるんだというその一丁のことは出てこないわけですよね、なかなか。だからゲームの面白さじゃないからね、うん、結局書き事の面白さなんで、ゲームのシステムそのものをルールをこう解説されてね、解説されてやってみてもまあ面白くなるんじゃない、まあ、やってみる気にはならんでしょうね。で、私は前の方はね、トランプ勉強会でずっと辿って、うん、全部はできなかったけど、要するにいくつもバリエーションがあるから、はいはいはい、全部はできなかったけど、相当やりました。で、苦労もしたんだけど、まあ、独特の面白さがあるんですよね。うんうん、でもね、これどうしようかな、みたいな。まあ、一応、まあ、やってもいいかなって、時々あるのと、まあ、ギャンブルの話が終わった後半はね、今は、別にいくらでもあるんでしょうけど。まあ、そういうわけでね、まあ、書かれてるゲームそのものも、いろんな資料からこうかもしれない、ああかもしれないって予想の部分が非常に多くてですね、前の巻の方ゲーム以上に、正確な復元かどうかは怪しいってことはないけど、誰でもできない、誰にもできないことだと思うんだけど、正確な復元になりにくいとかですね。で、しかもですね、トリックテイキングってのはやっぱり一つの、しっかりしたメカニクスなので、大体概要が分かるんだけど、ギャンブルゲームって何でもありなので、そのゲームの構造っていうものがしっかりしてないって言い方ないけど、まあ、ゲームの構造らしい構造がないんだよね。だから、ましてや復元しにくいと。そういう非常に難しい状況になります。でもまあ、せっかくですからね、頭から読んでいこうと思って、今日はその、はじめにと序章だけですね、を、読んできました。読んできましたってもうちょっと先まで読んだけど、そこまで進めたいと思います。トランプゲームの源流第2巻ギャンブルゲームの編成ニューゲームオーダーで、2ページ目にはじめにっていうのがあってですね、まあ、1ページなんですけども、まあ、要するにこの本書の目的って書いたのは私ですけど、まあ、本書の目的が書かれて、で、トランプゲームの初期、本人の文章ですが、トランプゲームの初期の歴史を明らかにする。そのために15から17世紀前半にかけてのトランプゲームのルールについて考察するという内容です。で、その後に賢示がありましてですね、なんと私に賢示られてるんですね。私は、この人生でですね、人から本を捧げられたのがね、生まれて初めてなんで、ちょっと感動しましたが。じゃあ今度草場さんと会いますか、みんなで。お世話になったといえば、草場重視にも長年にわたってお世話になってばかりで、しましたから、まあ、感謝を込めて本書を草場氏に捧げたい。こう書かれてたらさ、読まれてないひどい罠だな、と思いますが。はい。あ、これ皆さん私だよね。はい。それで、まあ序章、まあ今日は序章についてですが、まあ序章もね、結構ふわっとしちゃってですね、なぜかってですね、これ賭博について書いてるんですが、賭博っていうものをどう定義するかって意外に難しいですよね。はい。で、一つ私問題だと思うのは、そのギャンブルとギャンブルゲームっていうものが違うものなのに、ギャンブルとギャンブルゲームは違うんだけど、ちょっと混交してるんですよね。その辺がちょっと読みにくい、分かりにくいところになってるのかなと思います。で、ギャンブルゲームの歴史ということで、まず賭博とは何かを論考してます。この論考自身はですね、よくある議論なんだけど、まあ、改めてね、賭博って何だろうなって考えてると面白いって言えば面白いです。で、まあ、簡単に言うと、賭博というのは金銭をかけてですね、
金銭等を勝負の結果にかけてゲームをすることだよね。要するにお金かけてやればみんなギャンブルですね。で、ここで一つ問題にしてるのはですね、要するに、時の権力者がね、まあ、禁令をいっぱい出してるわけですね。これはいろんな国で出てますけども、なぜ、為政者は、この賭博を禁止したかという考察があってね、これはなかなか面白いですね。まあ、現在の日本でも、まあ、賭博は原則禁止ということ、まあ、相当怪しいところもありますが、ということになってますね。ですが、これはよく考えてみると案外難しいと。なぜ賭博を禁止するかって聞かれると、なんでやったかなと思っちゃうんですよね。賭博による短時間で金銭が手に入ると馬鹿らしくて国民が働かなくなるって、そう書いてあるんですよ。という道徳。日本の法解釈もそうですよ。そうだよね。本当はね。勤労の美風という社会的法益が失われるからですよ。バカなんじゃねえって思うんですよ。本当かな。短時間で金銭が入るんじゃなくて、短時間で失うと思う。いや、それは次に出てきますよ。という道徳的問題からか、っていう、まあ、一つの見方を提案しますね。やっぱり国はあんまりその、一般人というか、その、民草とでかい金をなんかよくわからない理由で受け渡すっていうことは根本的に嫌いですよね。その前には宝くじとか。いや、だからあれは国が入ってるから。だから、そういうでかい金が受け渡されるときは常に国がなんか見ていたいんですよね。宝くじなんて詐欺みたいなもんでしょ。まあ、そうですね。詐欺じゃないか。的な詐欺。確かにそうですね。まあ、それはいいとして。で、次に、あれしてるのはですね、賭博による刺激が問題なのか。まあ、どうしても賭博がエスカレーションしてしまって、まあ、今の話じゃないけど、確かに破産した人もいれば、うん、ね、自殺した人もいると。そういうことが問題なのか。っていう具合に、まあ、提起してますね。それからね、不正の問題が出てきますね。イカ様の問題ね。で、これはまあ、付き物だと思うんですけども、まあ、問題なのか。あるいは宗教的な問題。これちょっとね、面白いんですけど、偶然にかけることっていうのは、神を試すことになる、うん。そういう考え方なのかなと思うんですけども。ヨーロッパのキリスト教会はこの団体で禁止するといいますね。あとは。確かに、悪魔の絵本だとか、トランプのことね。そういうような言い方、説教してる、カソリックの坊さんは多いですね。うん、実際に、紛争ならぬ紛ゲームをされた記録はね、たくさんありますからね。そんなの前、草場さん見てもらった中世非幻想視点の時に、うん、ルイ9世が怒って、ゲーム版を船から海に投げたって。あ、そうですね。火にくべたって話、ね。またそういう人だから。火にくべたって話は結構出てきますよね。うん、まあだから、まあそういう宗教的な、じゃあなぜキリスト教はね、そう考えるのかね。っていうのがまたね。多分、キリスト教に普遍的な問題じゃないと思うんですけどね。私がこういうのは、インド神話にマハーバーラッタってのがあるんだけども、あれにもこの要素が全部出てるんですよ。あれ戦争の発端が賭け事なんで。ああ、そうね。マハーバーラッタそうですね。ね、ここに書いてある要素全部出てくるのがすごい。ちょっと、インド、ヨーロッパ語的なあれなのかな。そういったまだ言っちゃうことって本の中で割となんか、ここに書いてあることって、これ割と重要なトピックだと思うんですけど、その割にはその本の中で一切参照とか注釈とかがないので、そうしてほしいよね。多分この議論考えてないよ、ね。だったらこの議論いるのっていう話を。それはちょっと。それは全然その前とも後とも結びついてない。そう、後に結びついてないね。だからまあ一応ギャンブルゲームを、書くから一応考えておかなきゃいけないかなということで書いたんじゃないかとはちょっと思いますが、そうするとなんかここはちょっと雑だなと思いました。いい問題提起でもあるんですけど、そうね、うん、まあそれのための本ではないからね、うん、やっぱりホモルーデンスとかああいう系統の本ではないので、うん、はい、で、偶然と神は結びついて考えられやすいっていう指摘はそうかなと思います。で、今度はギャンブルゲームとは何かですが、ギャンブルゲームっていうのは分類としてのギャンブルゲームっていうのはゲームシステム、こういうシステムだとギャンブルゲームになるんだっていうわけではなくてですね、まあ、金銭をかければそれはギャンブルとは言えるけれども、囲碁や将棋やチェスなどの実力のゲームは、まあ、囲碁や将棋でもかけますけどね、通常は、まあ、囲碁のことはギャンブルゲームだとは言わないね。で、ギャンブルゲームっていう我々がイメージするのはポーカーだとか、一応株だとか、そういうゲームなので、
その何ていうかな、ゲームシステムのにという軸による分離でないっていうのは確かだけれども、あのゲームシステムとしてギャンブルゲームとして馴染むゲームシステムとそうでないシステムがあるのは ある程度は確かだと思うんですね。要するに実力 100% みたいなゲームは通常はギャンブルゲームとは言わないと。でギャンブルゲームにはですね、偶然の要素の絡む、要するに配られた札っていうのは偶然の要素で配られるし、引いてくる札っていうのは全く偶然の要素で決まってくるので、ギャンブルゲームには偶然の要素の絡むカードゲームが多いと。でこれはこれからカードゲームの話をするのでそう書いておかないといけないのかなと思いますけど、で今カズマさんが言ったようにちょっと3番だなと思うのは、次は分類があるんだけども、この分類もねよく考えられた分類かなっていうのはちょっと思っちゃうんですよね。3つに分けていて、バンキングゲーム、バンキングゲームっていうのはまあイメージで言うとルーレットみたいな胴元のいるゲームですね、それからアディングゲーム、カードの数値を足してある数値に近づけるようなブラックジャックとかカブとか一応株とか、まあバカラもそうですが、そのようなゲームと。で、バイイングゲーム。これは、手役を争うポーカーのようなゲーム。これ3つに分けてんだけど、これ分離になってるのかなって、ちょっと感じはしますね。だって、それ以外の、例えば、2枚のカードで、同じ色かどうかにかける、ファローみたいなゲームもありますけど、それどこに入るのみたいなことを考えていくと、まあ確かに、この3系統のゲームが、これから出てくるわけですけども、分類というにはちょっと粗雑な分類ですね。で、作者が言ってるのは、ギャンブルゲームはカードプレイのテクニックはあまり問題にならない。例えばブリッジだとか、スカートみたいにカードプレイのテクニックが問われるようなゲームっていうのはギャンブルゲームにはなりにくいですよね。そういう意味では麻雀はどうしてあれが書けるのかなっていう。なんで麻雀そうなんですよね。麻雀ってポーカーも書けるじゃないですか。ポーカーはだって書けるのが目的だから。ああなるほど。うん、だからこれはバイングゲームって独立してるのは手役を争うポーカーのようなゲームって書いてるけど、ポーカーの場合はカードが主役じゃなくてチップが主役ですから。だからここに分類として入れてるんで意味はわかるんですけどね。でギャンブルゲームはカードプレイのテクニックはあまり問題にならない。というか、カードプレイのテクニックが問題になるようなゲームはあんまりギャンブルゲームとは言われないって感じですね。うん、でカードプレイ自体が本質とはならないゲームがギャンブルゲームであるということを書いています。まあ、その真偽はともかく、まあ、一定程度の説得力はあると思いますね。そういう印象を持ったということだと思いますね。でそれからまたちょっと突然ギャンブルゲームの用語を説明していて、これはまだそんなに先読んでないけど、やっぱり後から出てくることの先回りなのかなと思いますけど、まあ、バンカーは親だとか胴元とか銀行とか日本ではやれると。で、その反対義語が子、あるいは張り方。で、さっきのバンキングゲームですけども、回り胴といってですね、子が順番に親になっていくゲームも実際にはある、そういうギャンブルゲームも実際にありますけども、子が絶対胴元にならないゲームもあるよと、例えば競馬がそうだというように書いてます。確かに競馬の風評はお金がかかりますので普通の人が馬主にはなれてもね、馬場を会長することはまあ無理でしょうから、子が胴元になることがない一方的な非対称なゲームがとして競馬が上がってるって感じがします。そういえばここにいるバンカーの親って、例えばアディングゲームで上がってるブラックジャックの親ってこのバンカーでないんですか？バンカーじゃない、それはそう書いてある、ね、はい、まあディーラーだからね、はい、だからバンキングゲームとアディングゲームと分けたのは、だから親と子が戦うか子同士が戦うかってことなのかなとちょっと思います。あ、そうでもないか。ルーレットはさすがにルーレットはどうもと戦ってる。そうだね、はい、ブラックジャックは胴元と戦う？戦う。いやいや、はい、そうだよね。胴元そうだね。っていうか、どうしよう、別にルールを変え、ルールをちょっと変えれば、別にハウスがずっと胴元でもいいし、そうでなくも作れるんだから、1番目だけちょっと異質ですよね、そうね。そう。なんか、この分類は別の、排他的、相互に排他でない。だから、この章全体は、書いてあることの意味はわかるんだけど、その、なんていうのかな。なんか必然的な論考っていうか、なんていうか綿密な論考ではちょっと、うん、はい、だから黒宮さんらしくないなと、ちょっと私はこの
序章を読んで思ったんですけどね。はい。で、あと、だからギャンブルゲームとしての特徴はいくつか上がっているわけです。例えば、カードプレイ自体が、求められるゲームっていうのは、ギャンブルゲームになりにくいっていうのは確かにそうだし、それから、コアゲームから抜けることはできる。これは確かに、プレイ中に普通のゲームは抜けるってことはできないけど、ギャンブルゲームっていうのは剣って言いますかね。その見てることとか、こう一回休むよみたいなことはできる。で、従って人勝負の時間は、従ってっていうかそのためにかもしれないけど、人の勝負の時間はまあ相対的に短いと。で、それから一般的に親は有利になってると。そうでないとまあ、どうもとはやってられないとね。ということです。それから、あと用語としてアンティ、まあ参加料と言っていますけど、ポットとブームが、ポットは出したチップ全体を指すことがある。で、手札はメルドとかハンドとかコンビネーション。ションがトンになってますが、ションですね。あと、同意札、同士札なんていうの説明がありますが、ちょっと私も散漫な感じがしましたね。ただ、まあ、後から、ギャンブルゲームの話がいっぱい出てくるんで、この辺の語は、書いておくというか、定義っていうほどのことはないんだけども、上げといた方がいいだろうというふうに思ったのかなとは思いました。その後にですね。どっちかっていうと、序章、一巻変えると、この後半がまあ、この序章の目的なんですよね。本来は。だから言葉を一旦定義しておきましょうっていう。ただ前半はまあ、コラムみたいなもんなんで、まあまあ、別にまあ、いるかいらないかって言ったら別にその、厳密さを要求してないと。本来、賭博がどうこうって、まあ、いらん、まあ、さっき草場さんが言ったと、いらん話っていう話じゃないですか、この話で。でもまあまあ書いとくかぐらいの感じなんじゃないですかね。草場、ね、うん、まあ、さんがこだわるのは本を捧げられてるから、張本人からだから、ね、そうなんじゃないですか。監修してると思われる。ギャンブルゲームっていう言葉をあまりそういうマニア以外は使わないんじゃないですか。一般的に使いますか、ギャンブルゲーム。ギャンブルでしょうね。ね、で、ギャンブルって言った時にそのギャンブルゲームがぼんやり刺されるというか、うんうん、ギャンブルっていうのはつまり実際に賭けに使われているゲームのことでしょう。それについてですね、お詫びの訂正ということでですね、今度は逆に非常に緻密なことが書いてあって、うんうん、まあ前回に書いたことの、まあ、まあ、本人はだいぶ恐縮してますけど、私から見るとなんか重箱の隅だなとちょっと、まあ仕方ないけどね。それから後から前回は出してから見つかったし、これでまあ重箱の隅っちゃ隅ですけど、それを言い出してしまったら全てが重箱の隅でできてる本だと思うんですよ。まあ、ある意味では誠実っていうかね、研究者らしい態度だと思いますけれども、まあ、特に前回の本を書いた後に見つかった資料に関してはね、これはもう研究の宿命みたいなのがあって、後から違う資料が出てくればそれはある程度ね、直さなきゃいけないの、それは当然だから、まあしょうがないかなと。というわけでですね、ラテン語訳は私に持ってきてもらえれば訳チェックできますので、大学でラテン語講義やってましたのでできます。というわけでですね、非常に、まあ、はっきり言うと読みにくい本なので、まあ、少しずつね、1章ずつか2章ずつぐらいにするかともかくとして、ちょっとずつ進めていこうかなと、これにか、この本に関してはね、と思っています。ルール以外のところは別に、まあ、いつもの感じなんで、全然普通なんですけど、ね、とにかくね、ルールがきつい。そ, ルル、それは本当にきつい。それも、この本ではこうで、あの本ではこうで、みたいな書き方するから、しょうがない。文献しょうがないんですね、やっていく。だからまあ、テーマはいいけど、難しいテーマなんだよね。これ、ちなみに参加が出るとしたらどうなるの？3巻が出るとしたらテーマは、いや、知らない、聞いてないです。だ2巻だってこれ渡されて初めてギャンブルゲームですよ、ね。まあ、あとは1巻は取り手だったでしょう、はい。取り手以外は全部ギャンブルゲームなわけではない。ないんじゃないですか。いや、私の分類にだと5つに分けてて、はい、トリックテイキングと、それからラミ系ね。ラミ系、はい。ラミ系ないですよね、この頃。この頃はない。うん、ラミ系って意外に新しいからね。うん、それから、カシノ系ね。カシノ系、はい。これはあるんだよね。あるでしょうね。それから、まあ、ストップ系っていう、それこそ、シナリオみたいな、神経衰弱みたいな、ババ抜きみたいな、はいはいはい。それからギャンブル系ってわけだ、ね。それは、結構雑多的な感じが強いってことですか。1972年だったかな、に、SF マガジンに変えた時にすでにその一番分でやって、その時にすでに、その他ギャンブル系、ね。まあ、その時、だから、ギャンブル系だけが他はメカニクスで分けてるんだけど、うん、違う軸で分けてるんですよ。そうですね。で、それはね、私と黒宮さんの間でもそういう話はしたことがある。なるほど。
これ変じゃないかって言われて、そうですねって言ってないけど、それを踏襲してるから偉い、偉いというか、私が悪いのかな、みたいな。いや、まあ、そうとしか言いにくい、ね。そうそう。にくいというか。そうとしか言いにくいというか、ね。やってみたらやっぱり難しい、うん、難しさが現れてるっていうことで。一章が一番きついです。あの、この。そうそう。じゃとにかく、ランスクリがきつい。そうね。あの、もう本当にどうでもいいゲームなのに、なんでこんなに感じるのかっていう。そうやったら、その、トリックテイキングゲームの複雑さって読むとちょっと報われた感じするじゃないですか。そうだね。このランスクね、あれ、読んでも読んでも報われない。ただ、ただ複雑で報われない感じが。2章以降は、あの2章ってポックの話ですよね、確か。で、なんかポックはまあポーカーにつながるっていう、ね、ポッカー借りて読めるし。ポーホって今でもあるゲームだよね。で、あとあの、ブラックジャックの系統の、そのブラックジャックとあと31、31点、みたいなゲームのなんか類似性とか、ポッカー借りがある、あの2章以降は割と普通に読めるし、4章以降はもうギャンブルゲームでも話はなくなるので、全然楽になるんですけど、1章がね、厳しいですね、この本は。だから、取り手ってやっぱりね、内側にロジカルなものを持ってるんですよ、うんうん、でもそういうものがギャンブル系のゲームってないからね、うん、難しい、だから論理を追えないんだよね、うんうん、まあというわけで頑張ってあの1章2章とやっていきたいと思いますね、はい、よろしくお願いします、はい